ピウス10世あるいは、ピオ10世は、ローマ教皇、カトリック教会の司祭。本名、ジュゼッペ・メルキオ・デ・サルト。カトリック教会の聖人であり、16世紀のピウス5世以来、400年ぶりに教皇として劣勢された人物である。ジュゼッペ・サルトは1835年に、ベネツィアに近いリエーゼで農家の息子として生まれた。父は配達の仕事をしていた、郵便局員。 パドバとトレビーゾの神学校で学び、1858年に司祭に除外されると、トマス・アクイ・ナスと教会法を学んだ。マントバの司教を経て、1896年に枢機教としてベネツィアの大司教に任命された。しかし、当時は教会とイタリア王国が対立状態にあり、司教の任命をめぐっても、両者が対立することが多かった。 サルトの大司教任命をめぐってもイタリア、1903年8月、レオ13世がよさ去って行われたコンクラーベは、拒否権が行使された最後の選挙となった。拒否権は、最有力候補であったマリアーノ・ランポラスウキ教に、対して行使され、結果として選ばれたのが、サルトであった。彼は、ピウス10世を名乗るとまず、このコンクラーベにおける、拒否権を廃した。ピウス10世は、 保守的な教皇として知られ、近代主義と相対主義をキリスト教を脅かす思想として警戒した。また、フランス首脳がイタリア王を訪問したことを非難して、フランスとの関係が悪化した。教会内においては、教会法の改正を支持し、グレゴリオ聖歌の天礼における利用を推進した。また、ジャンセニスムの影響で、生体配慮を経営する信徒が多くなっていた。 現状を帰り頻繁な生体配慮と子供の早い時期での初生体を奨励した。また、日本の教会に対しても配慮し、幕末以来、パリ外国宣教会しか入っていなかった日本に他の修道会の布教を許可した。自身も、イエズス会に日本での活動を依頼している。これが、後の上智大学創立へ繋がることになる。ピュース10世の遺体ピュース10世は、サラエボ事件の直後、 オーストリア皇位継承者カールに皇帝フランツヨーゼフ一世に戦争の危険性を十分に認識させるよう手紙を送るなど第一次世界大戦回避に手を尽くそうとした自分の知性に歴史上なかった大戦争が勃発したことにショックを受け1914年にこの世を去った1954年5月29日ピュース十二世によって劣勢されたありがとうございます